はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。当方の動画に対しまして、多くのリスナーの方々からいいねコメントをいただきまして、誠にありがとうございます。はい、今回の動画ですね、鎌倉時代の身延山は小氷期であり、温暖地に自生するクスノキは鎌倉時代の身延山に自生していなかったというシリーズの動画の続きでございます。で、この動画ですね、156番の動画でアップロードを既にしておりまして、これはまあ怪談の大本堂戯作の真実、日蓮の同流ではないの2番目の第2弾の動画でございますね。で、つまり、鎌倉時代の身延山が小氷期で、そこに、クスノキが自生してないということは、何を意味するかというと、クスノキでできている階段の大本尊は、日蓮の造立ではないということでございます。で、この鎌倉時代が小氷期で、身延山にクスノキはなかったということは、今回の初めてじゃなくてですね、もうすでに8年前の2012年の3月5日、仏教神話研究会で運営しておりますライブドアブログのアンチ日蓮召集、アンチ創価学会、アンチ検証会、昇進会、いわゆる通称アンチ日蓮召集オフィシャルブログで、すでに8年前にアップしております。それで続きましては、2013年の2月8日、2013年の2月19日というふうに、この商標期で、身延山にはクスノキが自生していなかったという話題を、取り上げましたところ、2013年の4月16日号の日蓮召集謀略新聞の栄明がですね、反論らしきものを載せたということがありました。それで、まあ、それに対しまして、当方ですね、アンチ日蓮召集、アンチ創価学会、アンチ検証会、昇進会のアンチ日蓮召集オフィシャルブログでは、7月21、7月27、7月31日というふうに、こちらから反論をしたということがございました。はい、それについてですね、今一度この動画で、検証してまいりたいと思います。で、このですね、日蓮召集謀略新聞栄明、2013年の4月16日号に出ました、この反論らしき文というのはこれでございます。連載ネット上にはびこる邪気を発す第15回、第五本尊のクスノキに対する疑難を発す丸一っていうの、これがそうなんです。はい、これでございます。はい、で、何と書いてるかっていうと、鎌倉時代の身延にクスノキは育たない、不確実な憶測たることは明らかって書いてあるんですよ。で、これちょっと最初から読んでみたいと思うんですね。何と書いてるかっていうと、あるインターネットのホームページに、公元2年の第五本尊を誹謗する内容の記事が掲載されていた。その中で目についたのが、鎌倉時代の身延にはクスノキは存在しなかったとして、素材がクスノキで造立されている第五本尊は後世の戯作であるとする疑難であったと。いうことですね。まあこれアンチ日蓮召集オフィシャルブログの記事を指していると思われるんですね。はい。で、次ですね、そもそもクスノキが当時の身延には存在しなかったとの疑難は、過去において身延の安永弁哲なる僧が言い始めたものであるが、その後も当主を誹謗せんとする者からたびたびの同様の疑難が起こっていると書いてあるわけですね。まあ確かにですね、この安永弁哲の板本尊戯作論には、その今の身延山にはクスノキがないというふうに言っ
で、今の身延山に不足があるとかないとかっていう論争を日蓮宗宗とその安永弁哲の間で行われたんですよ。で、今の身延山に不足があるとかないとかっていうことを論じてもしょうがないんですよ。というのはなぜかっていうと、この、伊丹本尊義作論の要するに発表された後にですね、つまり、要するに商標期と温暖期が交互にその地球にあったという研究がどん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 進んできまして、それで、鎌倉時代から江戸時代ぐらいまでは商標期だったということが明らかになってきたんですね。それで、まあ、その商標期の説をもとにしてですね、東方ではその鎌倉時代の身延山は商標期で、温暖地に自生するクスノキは鎌倉時代の身延山には自生していなかったということを言ってるわけですよ。はい。だからその商標期っていう研究は安永弁哲氏の伊丹本尊義作論の時はなかったんですよ。だから、そう言って今の身延山にクスノキあるとかないとかっていうことを論争になっていたんですけど、その今の身延山のことではなくて鎌倉時代の身延山のクソミのことを言わなきゃいけないんですよ。はい。はい、続いて、エミューにはこんなことが書いてあるんです。だが実際には身延山久遠寺の境内にはクスノキの大木が何本もあり、また身延山の入り口に位置する大野山本能寺には、町の天然記念物に指定された古木まで存在する。こうした事実から少なくとも身延は寒冷の地であり、クスノキは育たないといった単純な疑難は簡単に払拭されよう。って書いてあるんですけどね。だから、このね、エミオっていうのは、このね、まず一つは、このね、今の身延山にクスノキがあるってことをね、もう言い張ってるんですよ。ええ。で、今の身延山にクスノキがあってもダメなんですよ。700何十年前の鎌倉時代の身延山にクソギがないと、あの階段の大本尊は日蓮を増量できないわけですから。はい。で、そのね、700何十年前のその鎌倉時代のことを言わなきゃいけないのに、今の身延山にクソギがあるって言ってこれを言い張ってるんですよ。それでですね、このね、ここに写真載せてるんですよね。この絵苗が。で、この写真なんですけど、実に私怪しい写真だと思うんですよね。これ一体、身延山のどこの写真なのかと。まあ、東方でもですね、まあ、身延山、久遠寺に何度も行ってまして、その、クスノキがあるということは把握してるんですよ。で、写真も撮ってきてるんですけども、東方が撮った写真と、この絵苗に載っている写真が、まあ、大きく食い違ってるんですよね。はい。これってどこの写真、身延山のどこで撮った写真なのかというのを、まずちょっとこれ明らかにしていただきたいと思います。はい。でですね、この絵苗が必要にその執着している今の身延山久遠寺に草木があるというのは、まあこれ今あってもダメと。いうことで、これ決着つくんじゃないかと思うんですよ。ちょっとその日蓮在世の時に、その楠木が身延山にないとダメなんですよ。はい、ということですね。で続いて読んでみたいと思います。そのためかインターネット上では鎌倉時代の身延は少々期であり、楠木が自生できる気候ではなかった。身延周辺には自生の楠木はない。日蓮一門に経済力がなかったため、だから楠木を調達することは不可能だった。日蓮一門にクスノキ加工、漆加工、金箔加工ができる経済力がなかった等と、一見もっともらしく見える理由をつけて大御本尊を利用しているもう何かただひぼひぼってんですよ、これね。まあ何とかの一つ覚えじゃないでしょうか。はい。で、インターネット上にいて、このような距離を掲載していれば、少なからず真に受ける人もいるだろう。そこでまず、これら疑難の中の鎌倉時代の身延は商標記、かっこ商標学とも言う。であり、
クスノキが自生できる気候ではなかったについて破作すると、まあいたけだかに言ってるんですけどね。あのね、まずね、このインターネット上にこのような虚偽を掲載していればなんて書いてるんですけども、虚偽じゃないですよこれね。156番の動画を見てください。もうそういう学説はもういっぱいあるんですよ。はい。それで、もう今やね、市販されてる本にも載ってます。歴史の本にも載ってますから。はい。虚偽じゃないですよ。虚偽言ってるの英明の方ですよ、これ。はい。はい、続いてこんなこと言ってます。ネット上の誹謗者は、これ私のことですかね。日本の商標書きについて、残念なことに日本には気候変動を直接示す資料はないが、九州南の屋久島に生育する屋久杉の年輪中に残された炭素の同位体を10月の分析結果を見れば、13世紀に入ると日本付近における気温低下が始まっていることがわかる。括弧太陽黒点が語る文明史、総氷河期と近代の成立として、屋久杉中の炭素同位体の O18 の経年変化グラフから、日本では13世紀から小氷河期に入っていたとする説を唱えている。小氷河期と異常気象、地球は寒くなるかの著者の土屋岩氏も、1973年に中国の気象学者、なんとか氏が発表した最近1700年の世界の温度推移として雪の日付、河川の氷結、鳥の渡り、植物の開花、発芽という現象からといった中国の温度推移とグリーンランドの氷河の氷柱から得た温度推移のグラフを載せており、それによれば中国では12世紀から17世紀頃まで、現在の気温に比べて摂氏2度ほど低くなっており、グリーンランドでも12世紀頃から18世紀頃まで現在の気温に比べて摂氏1度低くなっていることがわかる。地球は19世紀頃から温暖化の傾向を示してきており、現在の身延山にクスノキがあることが、商標記の13世紀鎌倉時代の身延山にクスノキが自生していた証明ではないことは明白であると。まあこれはなんか引用文ですね、これ。まあ、東方の引用文を載せてるわけですよ、これ。と、学者の見解を引用し、いかにも、鎌倉時代が小氷期という低温期であり、クスノキが身延山近辺に生息できないと決定づけているが、果たして本当にそんなことが言えるのか。過去における地球気候の変動については、近年の温暖化現象もあり、急速に研究が進められているが、未だ発展途上段階であり、見解も様々である。例えばヨーロッパではブドウの収穫比、収穫日、日本では寒温記録や諏訪湖の氷結記録、米の作柄指数など過去の気候に関する事柄から推測はできても、それが一部地域に限定したものなのか、それとも地球全体として見るものなのかは、未だ学者によって意見が分かれているのだと書いてありますけどね。これはちょっと事実と違いますよ。あのね、意見なんかもう、そういうなんかないですよ。はい。あのね、商標記、その地球全体が一部地域か、一部地域なのか、学者の意見が分かれてるなんて言いますけど、これは全く違います。地球全体の話なんですよ。それで、あのね、地域が云々っていうのは、その、要するにヨーロッパとその東アジアでちょっと商標期に入った時期がちょっとずれてるんですよね。それはなんでずれてるかっていうと、それは要するに地球全体で、例えばヨーロッパでは、このアメリカのね、メキシコ暖流の影響で、暖流がこう入ってきてるから、こうヨーロッパの方が、要するに、北緯、緯度が高いのに、あったかいんですよ。ところが東アジアは緯度が低いけど寒いのは、シベリアからその寒気が流れ込んでくるっていう、そういう気候的なもので、東アジアの方が寒いと。だから、東アジアの方が、商標期に入った時期が早かった。こういうことですよね。はい。だからそんな学者の意見がね、入ったか入んないかって、そんなバカなね、意見の対立なんかありません。
まあこれ要するにね、もう商標期に入ったってことは認めたくないんですよ。はい。で、続いて読みます。問題となる鎌倉時代については、鎌倉時代全体を温暖期とする説、また鎌倉後期から寒冷期が始まったとする説もある。以上のように鎌倉時代は商標期と定まって、などいないのが実際であり、希望者のごとく、屋久杉の経年変化だけをもって鎌倉時代が商標期であった等々を断定するのは暴論である。なんて書いてあるんですよ。何もね、これ屋久杉の経年変化だけじゃないんですよ。いろんなの出してますよ。ねえ。それから、156の動画見ていただければわかりますけどね。いろんな説を並べてます。もう、市販の本にすら載ってんですよ。で、動画の方、ライブドアブログの方でも、中国の説とかね、いろいろ並べてると、こう、だって、絵妙にもこうやって並ぶ、こう、自分、私が書いてるものを引用してるじゃないですかね。はい。ですから、これはいろんな説、ところの、商標権の説は出してます。はい。で、何もね、その、屋久杉の経年変化だけで言ってんじゃないですよ。はい。それよりも何よりもね、日蓮の遺文に載ってるじゃないですかね、ここに。ね、例えば、公安2年の12月27日の、ね、目の者のご返事、五尺の雪降りで元よりも海洋の山道塞がり、問い来る人もだし、衣も美くして、寒不敵が立ち、食耐えて命すでに終わりなんとすっと書いてあるね。五尺の雪降りてって書いてあるじゃないですかね。五尺っていうのは1メートル50センチの雪ですよ。そんなね、積雪が、あったというふうに、日蓮自身が書いてるじゃないですか。それから、公安元年の11月29日の、兵衛の左官でのご返事。勤勉、1丁2丁のほどは雪、1丁2丁5尺となると。この雨量10月30日の雪、少し降りて将来しがやがて消え将来ぬ。この月の11日、辰の時より14日まで大雪降りて将来しに、両三日隔てて少し雨降りて雪固くなること、今後のことし、今に消えることなしと。昼も夜も寒く冷たく早漏こと、法に過ぎて早漏。酒は氷て石の落とし、油は金に至り鍋釜には、小水あれば氷て割れ、寒いよいよ重なりそうなれば、着物を美しく、食とも美しくして差し、いずるものなしと。いうふうにですね、ここにも五尺の雪が降ってるというふうに、書いているじゃないですか。こんだけ寒かったわけで、もう日蓮の遺文に載ってるわけでしょ？ね。だから、もう一番大きいのはこの日蓮の遺文ですよ。鎌倉時代にその生活をしていた日蓮自身がそういう寒いと。ね、雪がこんだけ身の蓋に降ってるということを書き残してるわけでしょ。で、今の身の蓋にはこんな大雪は降らないんでね。酒が凍るなんていうこともありえないんですよ。ですから、この日蓮の遺文について一言も何も言ってない。だからもう完全にもう逃げてる感じですね。さらにこんなこと書いてる。さらに言えば大根本尊に使用されたクスノキがかなりの樹齢を経た大木であることから、注目されるべきはむしろ鎌倉時代以前の生育環境であろう。その時代が温暖期であったこととほぼ確実なので、希望者の邪難がこの点からも崩壊していると言えるなって書いてあるんですよ。大御本尊に使用された、つまり階段の大本尊に使用されたクスノキがかなりの樹齢を経た大木であるなんて書いてあると、これどうやって調べたんですかこれ。ねえ、科学鑑定したんですかねえ、科学鑑定自分たちで拒否しといて、なんでこんなこと書けるんですか。ねえ、誰も調べてないんでしょ。全くいい加減な、これ、じゃあ、事実に相違する記述ですよ、これ。だから、しかもね、鎌倉時代以前の生育環境であろう。なんで書いたら、鎌倉時代以前の、クスノキが仮にあったって、こんな寒いね、雪が5尺も積もって、それで、先が凍るような寒いところじゃ、
クスノキって枯れるでしょ枯れるの当たり前じゃないですか。このね、エミオのこの記事書いた人、寒いところではクスノキは枯れるっていうことをご存じないみたいなんですよ。で、ここにもね、大野山本能寺の今でもその、ま、には町の天然記念物に指定されている古木まであるって、まあ、大野山本能寺に特別天然記念物のクスノキがあると、あるんだけど、これほとんど枯れてんですよね、つまりクスノキの環境にないんですよ、クスノキは生育する環境にないわけね。だから枯れてるということですよ。で、しかもこのね、大野山本能寺っていうお寺はね、鎌倉時代、室町時代には存在していなかったんです。これいつできたかっていうと、このね、徳川家康の、まあ、たくさんその奥さんがいたんですけど、そのうちのお一人のおまんの方、おまんの方のゆかりのお寺なんですよ。だからこれできたの江戸時代なんです、はい、ですからこの特別天然記念物のクスノキはうんぬんって言ってますけど、そんな鎌倉時代のクスノキではないんですよ、はい、いうことが言えるわけでございます。はい、あの手この手で大御本尊を誹謗中傷してくる輩が後を絶たないが、これらネット上に蔓延する怪情報に惑わされてはならないとか書いてあるね、何を言ってんの。あの日蓮のこのね、兵衛の左官殿のご返事ね、まあ私もこれもう何度もここの動画で言ってますけれども、これライブドアブログでも言ってますよ。はい。これ日蓮自身が、こうやって寒いと、雪が五尺も積もって、それで、あれですね、食耐えて、もう、命すでに終わりなんとするなんて書いてあるんですよね。はい。まあ、そうやってもう食べるものも尽きるくらいになっているということですよ。で、ですね、雪固くなること今後の落とし、酒は氷って石の落としって書いてあるんですよ、はい、日蓮これ誰が書いたかって日蓮自身が書いてるんですよ、はい、それほど寒いわけですね。それで好みの色グレン、大グレンの落としと、恋はババ大ババ地獄に異ならずというふうに書いてるじゃないですか。これについて一言もないで反応してないじゃない。ね。これは、もうすでにね、私はアンチ日蓮少女、アンチ東海岡、アンチ検証会総審会のアンチ日蓮少女オフィシャルブログで、ここの2012年3月5日、2013年2月8日、2月19日の記事で載せてます。はい。これについて反論なしでございますね。はい。っていうことはもうこれ反論できないんですよ。ということですよね。はい。というふうに、まあ私は思いますね。商標記で、もう、クスノキはもうないということが、もう明らかなのに、それを認めたくないと。ね。鎌倉時代が商標記であると認めたくないんで、その、さまざまなへりくつを言ってるということでございますね。何を隠そう、この日蓮の異文がもう決定的な証拠ということになろうかと思います。で、まあ、1メートル50センチ、まあ、いわゆる五尺の雪が積もってるところだったら、もう今、もう、新潟とか東北北海道の豪雪地帯並みなんですよ。で、そういうところには、クスノキは自生してないんですよ。はい。今でもそういうところは自生してません。ですから、ね、五尺の雪が積もり、酒は凍りて石のほどしの環境だった、当時の鎌倉時代の身延山には、クスノキはなかったことは明らかだと私は思う次第でございます。はい、
まあこんな感じでですね、まあ恵妙のまあこじつけ理論はですね、まあ崩れ去ったんではないかなと私は思います。はい、というわけで今回の動画は以上でございます。はい、今回の動画をご覧になられましたリスナーの皆様方はどのように思われたでしょうか。ご意見コメントをですね、またお待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。